青森花嵐桜組の皆さんです。記念すべき参加20回目の花嵐です。故郷自慢のテーマは平貝町、秘伝物語椿山伝説、津軽三味線の重鎮高橋竹山、特別天然記念物の白鳥、そして養殖ホタテ、海あり山あり人情あり、平貝へ来てみない。それでは披露していただきましょう。青森花嵐桜組の皆さんです。どうぞ。はい、会場の皆さんこんばんは。青森花嵐桜組です。ファンキーススキの会場で皆さんとお会いできること、メンバー一同大変楽しみにしてまいりました。そして今日はスペシャルゲスト辰巳さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。はい、辰巳さんには、歌の方でですね、参加していただきたいと思います。私たちの今年のテーマは青森県のほぼ中央にございます平貝という町がテーマになっております。この演舞の中で3種類の鳴子が出てまいります。どんな鳴子が出てくるか楽しみに期待してください。それでは皆様ご声援よろしくお願いします。花嵐2024悠々爽快、おいでよ平貝、構え。Oh my God.